私は宣教師デビット・カーターですよろしくお願いいたしますこの放送はライトハウス・バプティスト教会の特別働きで私たちはこの働きを通してなるべく多くの人々に神様の福音を知ってほしい 欲しいという気持ちで、えーえー、あの、えー、あの本当に頑張って進んで、えー、行きたいと思います。そして一人でも多く神様の御言葉から学ぶことができるように私たちの願いであります。そして今日考えていきたいことはまあそのことのちょっと関連していることですが。 英語では go forward という言葉ですが、前進するということですね。前進するということは生きることである。そのようなことについて考えていきたいと思います。前進するということは生きることである。私たちみんな自分たちの解決しなければならない個人的な問題があります。 自分が負わなければならない主にというようなものが誰にでもあります。自分が戦わなければならない戦いは誰にでもあります。困難や苦しい時を乗り越えるために大切なのは他でもなくそれは信仰と希望です。 男の人はちょうど大変な時に希望を見つけましたそこをちょっとその箇所をちょっと読みたいと思いますこれは第二列王記の7章そして3節からお読みいたしますさて町の門の入り口に4人の来病人がいた。 彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうかはい、続いて。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は危機なので私たちはそこで死ぬな,なければならない。ここに座っていっても死んでしまう。さあ、今、アラムの自衛に入り込もう。 もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられるもし殺すならその時は死ぬまでのことだ、えー、このように、えー、あのこのようなことがありますこの聖書の話にはこの4人の来病人が、えー、彼の人生においては 本当に希望はほとんどもうなかったと思います。その病気以外シリアの軍がその地に侵入したし干ばつでそこはもう荒地になっていましたから食べ物はなかったです。飢饉もなっていました。あのまあ6章ですね。 ちょっと読みますが、6章の28節と29節。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか彼女は答えた。この女が私にあなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょう。と言ったのです。 それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女にさあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったので、まあ、こういう一つの事情ですね。その当時、今私、この4人の来病の。 同じ当時の飢饉はあのかなり大変でした自分の子供を殺して食べるほどあなっていたこれはかなり本当に考えられない、えー、ことでありますあの,あのしかしそのような事情でしたそして来病にも、えー、この彼女たちと同じような状態に置かれていたんです そして彼らは何をするのか考えていたんです。今先ほど読んだ聖句にはその地域の飢饉がどれほど大変だったかということがよく分かります。二人の女性は空腹上上に対しての戦いを戦う勝とうとしました。そして自分たちの子どもを食べる。 えことで、えー、もう、えーえー、それしかなかったと二人は考えていたんです大病人たちの日に、えー、あのかなり、えー、まあ物が高かったと言っても言い過ぎではありません今日の私たちの街を見てくださいレストランはどこにでもあり どんな種類もあり金土日曜日の夜にレストランのほとんどはお客さんでいっぱいですね、えー、待たなければならないレストランは多いです今日私たちは欲しいものの何でも手に入りますからこの聖書の話の事情は多分十分理解できないでしょうしかし来病人の決断 三つありましたそして今読んできましたが彼らの、えーえーえー、決断3、えー、つの中1つ選ぶことになりました。第一は彼らは町に戻る町に戻るその話出てきましたしかしそこには食べ物何もなくて町に戻っても 飢え死にすることがもうそれは決まっていました。第2番目は彼らはそこに残ることもそれもできました。それでも飢え死にすることがもう決まっていました。そして第3番目彼らはシリア軍のシリア軍に降伏することでえまあ奴隷になっても生き延びる可能性が大きかったから えーまあ、殺される可能性も、えー、また奴隷になる可能性もあり,あありました、えーまあえー、この4人は全てを考えて一番よい方法を探し出しました大、えー、病で追い出された町に戻るか今のところに残るかそれとも前進してシリア軍に降伏するか。 どれにしても希望はほとんどありませんでした。しかし、こういう時に全知全能なる神様を信じ受けれるなら私たちはチャンスや運命に頼ることはできます。この来病人はそのように 彼らはどうしても生きたいという気持ちがあったんですよ。えー、もう負けたくないです。人生に負けたくない。えー、死にたくもなかったんです。彼らは、えーえー、希望まだいつの日にか希望まだ生きる希望があも持っていました。まああ 私たちは、クリスチャンは、ただ運命だけに頼る必要はありません。私たちには父なる神様の信仰で、私たちは前進できる。前進して希望を持つことができます。聖書にこういう言葉があります。神がすべてのことを働かせて、 駅としてくださることを私たちは知っていますこの御言葉がよく聞かれるのは人々あるいはクリスチャンたちは本当に大変な時をとっている時です。そしてもう,もうどのようにどのように進んでいくのかどのように振る舞うか本当にどのような 方法で助けられるかといいうことを全然知れないもう答えもないような時に私たちはこの御言葉を信じることができます。神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちはしています。全てをうまくやっていけるようにしてくださる。 お方に彼らはこの来病人は信仰を持って前進することを決めました。これは賢明な決心です。人が諦めないで前進することを決めばこれは重要です。もう一度言います人が諦めないで前進すること決めば 神様は私たちを書いてあるように助けて益としてくださるわけです。神様はからし種のような信仰でも祝福してくださると聖書に書いてあります。えー、ここですよ、ルカ福音書17章の6節に「しかし主は言われた。 もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこのいちじくの木に海の中に植われといえばイスケ通りになるのですからし種のほどの信仰これ,はあのこれは誰か言ったことですがからし種は最も 最も小さい種だということです。だからここでイエス様はそのような信仰さえあれば祈りが応えられるということです。実はそのような信仰を持ってイエス・キリストをご自分の個人 の救い主として信じ受け入れるとキリストはその祈りを聞きあなたの魂を救ってくださいますそうです救われるためには私たちはあるいはまあ本当に天国に行くためのその信仰はあの大した信仰ではなくても神様は 私たちの単純な祈りを聞いてくださいます。自分は神様に救っていただきたい。自分は救われたい。そういう時になると、あのあの自,分の自分なりの祈りをしてよろしいですよ。あの種なし。種や枯らし種の。 祈り神様は聞いてくださいます。そのうち小さい信仰を持っていいですか小さい信仰を持ってキリストにいらっしゃるならあなたは偉大な救い主と偉大な救いを持ってあのそしてあなたは素晴らしい 救いの神様に救いの神様を発見することができます。だから今日これ一番最初に分かってほしいですね。神様はわずかな信仰の祈りを聞いてください。特に一番最初の神様が聞きたい祈りは神様このような 惨めな私を憐れんでください。この私の罪深い罪をお許しください。そして私を救ってあなたの子供にしてくださいとそのような単純な祈りでも結構ですから心から祈ればきっと神様は聞いてくださいます。 まあ、雷病の話に戻りますが、この雷病人は、明日に対してもあまり信仰はなかったですが、明日に対してあまり信仰はなかったですが、しかし、彼らは持っていたわずかな信仰で前進して、神様はその信仰を祝福してくださいました。そのはち、 彼らはシリ,アのシリアの軍に行ってそしてとにかくそのように奴隷としてでもいいし生きていけるという少しの望みがあったので彼らはそのように決断しました。 あのわずかな信仰で彼らは前進しました。これは今日の話ですあの。諦めないで前進することです。彼らがちょうどシリア軍に降伏する前に神様は天国において大騒ぎを起こしました。神様は何千頭も,もの馬が 足踏みをする音を起こしたことでシリアの軍はそれを聞き敵だと思ってみんながそのまま逃げました彼らが金銀食べ物服などを全部後にして逃げたのでテントの中の置いたままでした今度読んでみましょうこれは次の話ですが こうして彼らはアラムの陣営に行こうと、えー、いうことですね。行こうと。前進する。もう keep going forward ということを決断して、夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見ると、なんと、そこには誰もいない。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲なき、 大軍勢の騒ぎを聞かせられたので彼らは口々に「あれイスラエルの王が我々を襲うのだ」と言って夕暮れになると彼らは立って逃げ彼らの天幕や馬やロバすなわち自衛をそのまま置き去りにして命から,がら逃げ去ったのであった。 この大病人たちは自衛の端に来て一つの天脇に入り食べたり飲んだりしてそこから銀や金や衣服を持ち出しそれを隠しに行ったまた戻ってきては他の天幕に入りそこから持ち出しそれを隠しに行ったそしてあのまあここでですねえこのようなことが続いたんですねそしてどうなりましたか あの続いてちょっと行きましょうこれちょっと飛んでいきますねこの雷病人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り食べたり飲んだりしてそこから銀や金や衣服を持ち出しそれを隠しにいたそのようにやっていてそして旧説に行きますね彼らは話し合っていた私たちの知っていることは正しくないえということですねまあちょっと あのもう少しちょっと読みたいと思うんですが、えー、そして彼らは、えー、町に行って、えー、ごめんなさい,なさい彼らは話し合っていた私たちの知っていることは正しくない今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっているもし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろうさあ行って王の家に知らせよと。 そして彼らは今度王様のところに行ってその先ほど話した町町に戻って行ってそして彼らが見つけた食べ物そして衣服の話またその飲み物があることを話しに行ったわけですそして彼らの信仰で 実は、その町は助けられたんですよ。彼らは自分たちでは隠さないで。まあ、そう、最初はそのようにやってましたら、やっていましたけれども、しかし、やっていくうちに、やっていくうちに、やっていることは良くない。みんなに、この、喜びのこと、まあ、彼らは言ったのは、 あのえー、っとですね言ったのは良いしらせの日ということですね良いしらせの日に、えーえー、だったのに自分たちだけではよ、えーえー、くないとそして彼らはその,あの先の町に戻ったんですよあの皆さん この前進するという決断をした4人は結,結局生きるという決心をしました。この4人来病人で苦しんでいました。また飢え死に直面していました。これはキリストを知らない全ての魂が直面している霊的な状態です。そのうち生きる 目的分からず自分が何のために生きているのか分からない霊的に上怖いている状態です罪によって人生が、えー、苦しくて大病の霊的な状態で死後にどうなるか分からない滅びに向かう、えー、不安な状態そのような 信じてない世界の霊的状態によく似てますね。この4人は、この四人は、大病だったにもかかわらず、それに飢饉の状態だったにもかかわらず、彼らはそれでも生きることを決めました。毎年日本において3万人近く自殺をしてしまいます。 これは何と言っても本当にかわいそうなことだと思います。この4人の事情を考えると、なおさら自殺しても不思議ではありませんでした。しかし、それより生きることが彼らの希望でした,た。食べ物があまりなくても、健康もなくても、えー、惨めな人生になっても彼らは生きたかったです。 彼らは生きると決めました。これは素晴らしい信仰だと思います。神様も彼らの決心でお喜びになったに違いありません。そしてその信仰を神様は祝福なさいました。日本の宣教師の私の知り合いですが、彼はシリア人で、彼のお父さんも日本に宣教師として働いています。 私は彼のお父さんを前からよく知ってます。息子の方はこの間自分の国シリアに帰りました。彼はどういう事情になっているのか知りたくてイラクにそのあとイラクに行ってその人たちにいろいろ聞きました。彼がそこで聞いた話は戦争がなかったならば 元の大統領フセインの独裁であまり苦しくて生きる目的生きる希望も全然なくてその民族の8割は自殺するつもりだったということでしたそのうちほとんどみんなが生きる希望をなくしてしまいました私は、えーえー、あの 彼からこれを聞いたのは2004年でした。今までのほとんどの北朝鮮の人々の事情もおそらく同じ,同じでしょう。あなたに事情を十分ご存知、神様は生きる希望を私たちに与えてくださいます。 これを信じた来病人たちは進んでいって神様の一方的な恵みが与えられ、助けられしあの、豊かな人生を見つけることができました。その豊かな人生とは何だったでしょうかそれは彼らが見つけた銀金、金、銀、宝石、食べ物、衣服、動物で家畜、馬、 羊などだったと思いますか？いえ、違うと思います。実は物質的なものよりも、彼らの心の豊かさ、豊かさで全てが変わり変わったと思います。心の豊かさで来病人の態度を態度が180、180° で変わりました。そしてその気持ちで。 先ほど言ったように、その心の豊かさで街に戻りました。彼らはせっかく前進して物質的なもので豊かになったにもかかわらず、彼らの心が変えられて、本当に神様に対しての感謝の気持ちでいっぱいで町に戻りました。その町は彼らを追い出し、彼らを見下げ、ただのひどい病人としてしか扱いませんでした。 人が道で彼らに会うと道を反対側に渡りました。ちょうど私たちがホームレスに会う時ときと同じでしょう。全く嫌われました。それにもかかわらず町に戻りました。そして彼ら自身が見つけたものを死に,死につつある町の人々に分かち合うようになりました。それによって、 町全体が生きるようになりましたこれと同じようにクリスチャンはキリストに新しくひっくり返られたことによって心が変えられました今度私たちは自分のために生きるのではなく死にかかる尊い試しのために生きるようになりましただからこそキリストはクリスキリストはクリスチャンを死の,地の死をだと呼びました クリスチャンが地の塩であるえということを呼ばれたのはみんなが完璧だというのではなくただキリストを信じたことによって父なる神様は今度私たちに話しえ何が正しいか何が良いかということを教えてくださいます。神様に示されたことを行わなければクリスチャンは惨めになります。今日私たちはこの